ちらのスタイリッシュな建物、皆さんどこかご存知ですか？戸田市美女木にある医療施設なんですよ。今回のふれあい戸田は、戸田市で唯一の公的医療機関、戸田市立市民医療センターをご紹介します。診療や入院施設、リハビリテーション設備などを併せ持った市民医療センター。昭和20年に三笹診療所として開設して以来、時代と地域のニーズに応えて医療を提供してきました。建物は複合施設となっていて、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、介護老人保健施設も併設されています。診療棟の建物は老朽化のため、平成26年度に建て替えとなっています。早速中に入ってみたいと思います。あ、待合室が広いですね。しかもとっても明るいです。市民医療センターには7つの診療科と禁煙外来、小児神経外来などの専門外来があります。各種予防接種や健康診断も行っています。こちらは CT 室です。そして薬局が院内にあるので、ここで薬がもらえます。外の薬局に行かないで済むので便利です。2階に上がってみましょう。上がってきました。あ、窓からは公園も見えるんですね。こちらがリハビリテーション室ですね。失礼します。わあ、こちらも広くて綺麗ですよ。そしてこちらは入院病棟です。病棟は19床あるそうです。こんにちは。ああ、すごく明るいですね。窓も大きくて眺めがいいです。こちらにはラウンジがあります。リラックスできる空間になっています。
外来患者さんは戸田市西側に住まいの高齢の方が多いです。今後高齢化社会が進んで通院も難しくなる患者さんも多くなると訪問診療のニーズも増えるかと思われます。市民の皆様の要望にお応えできるよう市民医療センターでは訪問診療にも力を入れています。寝たきりなどで外来診療が難しいという方に訪問診療を行っています。医療センターの大金です。失礼いたします。お邪魔します。はい、血圧を測りますね。はい、訪問診療をご利用してみていかがですか？すごく便利で助かってますし、またこの来てくださる日をすごく父が楽しみにしてます。ありがとうございます。というか先生たちに感謝してます。ありがとうございます。大変助かります。ありがたいと思ってます。本当にありがとうございます。ありがとう、本当にありがとうございました。とってもよくあれなんで、まさかこんな風にあれするしてくれるとは思わなかったです。本当にありがとうございました。進む高齢化の中で医療とともに支援や介護を必要とする方をいかに支えていくか、あるいは増加する一方の認知症問題にどう対応するか、市民医療センターではこれらの問題に対して外来、入院、在宅、そして施設を連携させて一人の方を総合的に支えていけるように取り組んでいます。特に認知症問題に対してはこの4月から認知症初期集中支援推進事業をスタートさせました。これはサービスを利用していない認知症の初期の方などに対してチームを作ってこちらから自宅等に出かけていって介入する事業です。認知症の初期から対応することで早期診断や早期治療に結びつけたり進行を抑制する効果があると考えています。まだ始まって2ヶ月程度ですけども、すでに数件の事例に対応しておりまして、今後も積極的に取り組んでいきたいと考えています。戸田市立市民医療センターは月曜から土曜日までこちらの時間で受け付けています。休診日は日曜、祝日、年末年始です。交通アクセスは国際工業バスで市民医療センター停留所下車徒歩3分、トコバスでは三朝循環市民医療センター停留所下車、お車でお越しの方は無料駐車場があります。市民の皆さんが安心できて安全で安定した医療を提供する市民医療センター、これからもよろしくお願いします。次回は水害避難訓練をお送りします。お楽しみに。